ということで、なんだ、後ろに2トン弱のエアストリームを引っ張って、東に向かっていっておりますが、まあ、これエアストリームのことをちょっとね話したいかなと思います。僕たちドアの、キャンプタイトル曲でキャンプのですね、ミュージックビデオにも、登場したあれですね。このエアストリームは、1976年のエアストリームで、だからまあ45歳です、ね、45年前のトレーラーになります。まあ、レース関係の、知人からですね譲り受けてですね、もともと探してたんですけど、エアストリームってすごく値段が張るんでちょっとなかなか手が出なかったんですけども、その45年落ちのエアストリームを20年ぐらい前に日本に、輸入したらしいですね。でもそれを輸入してそのまま登録もせず、そのまま、まあ、ある意味こう放置というか、してあった車両で、まあ、中はまあそれなりに結構ボロくてですね、まあなかなかやったんですけど、それをフルリノベーションしました。まあすごく楽しかったですね。でまあ、元々こんなビデオ撮ると思ってなかったから、まあ、ビデオをもっとちゃんと撮っといたらよかったなって今後悔してるんですけど、まあ、今は写真しかないんで、まあ、その写真を見せながら、どんな感じで変わってたかをお見せできればなと思うんですけども、まあ、元々埼玉にあったんですけど、それを大阪に、まあ、引っ張ってこれなんていい状態だったんで、トラックに行って大阪まで持ってきました。大阪のですね、大阪トイペットグループの中にテックスさんってあるんですけど、そのテックスさんってまあキャンピングカー作ったりだとか、あの特殊車両ですね、あの救急車とか、まあ、高速道路、道路公団の車とかを作ってる会社があって、まあ、そこにかなりお世話になりまして、いろいろ部品を手配してもらったりだとか、まあ、しばらくずっとそこに置いてあってですね、ちょっとの方は行ってはちょっと作業したりしてたんですけど、OTG で D1 やってた頃の、まあ、86とか、LFA とかいろいろあったと思うんですけど、あの辺を作ったメカニックがですね、浜ちゃん先生がですね、いろいろ教えてもらったりするんですけど、その浜ちゃん先生にいろいろ手伝ってもらって、もう一からいろいろやりました。まず最初にやった作業はブレーキ、着はしてなかったんですけど、まあ、やっぱブレーキはね、ちょっとどういう状態になってるかわからないんで、一回バラして、状況チェックしたいということで、今バラしてみたら、まあ、案の定、まあ、電気式ブレーキなんですけど、まあ、ワイヤーが切れてたりね、いろいろして、まあ、面白い機構なんですけど、ヘッド車から、信号が送られて、まあ、ブレーキコントローラーっていうのが必要なんですけど、信号が送られて、ドラムに、マグネットがガチンとくっついて、それの引っ張られる力を利用してドラムが開いて、シューが開いて、ブレーキがかかるという、すごく興味深い、まあ、これ当たり前なんでしょうけど、アメリカのトレーラーは、興味深い機構でした。で、まあ、まず日本の規格に合わせるために、登録できるようにするために、まあ、日本の機構になった、まあ、トーカリーですね。トーカリーの、まずですね、アメリカって赤いライトがそのままインジケーターになるんですよ。だから赤いまま光るんですけど、だからその配線がね、一本丸々足らなくて、インジケーター用の配線は一本丸々引っ張りました。で、まあ日本のその規格に合わせるために、オレンジ色のそのライトを一から LED で作りました。でジャッキは、僕がロス行った時に、キャンピングカーショップで、でそれを持ってきて、付け替えたんですけど、まあ、それは後に壊れたんですが、まあ、外はそんなぐらいかな。ガラスとかは全部取り外して、まあ、ウェザーストリップ、ゴム関係は全部アウトやったんで、ウェザーストリップとか全部やり直して、窓枠のコーキングも、全部やり直しました。まあ、結構コーキングやられてて、室内に水が入り込んでたんで、まあ、ある程度はね、リベット打ちなんで隙間はどうしても空いてしまうから、まあ、ある程度はもう仕方ないと思ってるんですけど、まあ、それでもちょっと致命的なところが結構何か所かあったんで、その辺もコーティング打ち直したりして綺麗にしました。
で網戸も変えました。で、まあ、窓枠、内側の窓枠なんかは全部取り外して、まあ、色塗り直して、で内装なんですけど、まあもう結構ね、もうあの壁紙が剥がれ落ちてたり、まあ、かなりボロボロだったんで、とにかく全部取っ払いました。まずはガスコンロ、オーブン付きのコンロ、まあ、これはこれで、ね、貴重なんですけど、まあ、あれそのまま使ってもレトロな感じが出てかっこいいかなとは思ったんですけど、頭の中でイメージしてたものと、まあ、合わないかなというところで、まあ、一旦とりあえず取り外しました。そして冷蔵庫、でっかい冷蔵庫が、付いてたんですけど、まあ、これもね動くかどうかわからないんで、とりあえずもうとにかくもう外しました。そして一番先頭にあるソファーベッド、まあ、後方にあるベッド2台、この辺り全部取り外しまして、とにかくどんぐらいにしました。まあ、後ろのバスルームはですね、そのまま残すとかにしました。タブというか半ですね、独特な、やっぱり丸まった独特なボディの形状してるんで、それに合わせた、まあ、フロア、パンを作るっていうのはなかなか厳しいかなっていう感じがしたので、もうその部分はそのまま残しました。ただトイレは、アメリカントレーラーは、まあ、ダンプステーションがないとトイレ処理できないんで、なかなかダンプステーションの部分が少ないんで、まあ、使うこともない、使わないやろうということで、トイレは取り外しました。でトイレ取り外したんですけど、その、まあ、知人、譲ってくれた知人 B さんはですね、20年近く前に日本に輸入して、そこから一度も使ったことないと。まあ、そりゃそうですよね、ダンプステーションがないから。使ったことないって言ってたのに、ないって言ってたから、もう何の疑いもなくトイレ外したら、そのトイレの下に、まあ、ブラックタンク、まあ、トイレの汚水です、汚水、汚物が入ってるタンク、ブラックタンクがですね、パンパンやったんですよ。しかももう何十年も前のやから固形物になってるんですけど、だから20年以上前のアメリカンヴィンテージうんこが出てきたんです。まあこれはなかなか衝撃で、もどうしようかなと。まあもう匂いも何もないですけど、ただフロアを全部剥がさないと取れない、こうちょっと複雑な知恵の輪みたいになってて難しかったんですよ。これどうしようかなと思ったんですけど、小屋を作ってくれた野辺さんがですね、何のためらいもなくですね、レシプロソーみたいなのを持ってきて、タンクを中庭と真っ二つに切ってですね、取り出してくれました。あんなにあの男前になってきたのかと思ったことはなかなかないですけど、長年雨漏りしてた関係で、やっぱフロアが腐ってたりする箇所が何か所かあったんで、まあ、その辺も、腐ってるところだけ直して、でフロアは、まあ、めくらず、まあ、本当はもう全部めくってやることは、もう多分もうこれ切りないなと思って、まあ、生きてるフロアはそのまま生かすことにしました。で、内装はまず電気、全部電気塗りました。このペンキ塗りはですね、まあ、GT の相方河野俊介にも手伝ってもらいました。まあこれ塗ったのとか多分2年ぐらい前なんで、まあ、その頃はまさか相方になるとは思ってもいなかったですけど、まだ若手の、ドライバーの一人で、こき使ってやった感じなんですけど、手伝ってもらったこともあり、なんか爽やかに真っ白になりました。まあ、ペンキ塗っただけでも、ね、全然変わりました。でシンクはもともとついてたやつをそのまま使いました。磨いて、シンクはそのまま使って、でコンロの部分は、まあ、普通普段キャンプとかで、まあ、実際キャンプで使ったやつなんですけど、ツーバーナーの、コンロを、そのまま、固定する形でやりました。洗面所の板も、作り直して、そこに、陶器のシンクをつけて、あ、もちろん水が出ます。でシャワーの部分のペンキに関しては、なんかこれ特殊な塗料なんですね。で、まあ、ちょっと自分でやってもすぐ剥げたりとかダメになるっていうことを聞いたん
って、まあ、これ職人さんに取ってもらいました。ホース関係、これも買いましたね。というのもポンプがすごい面白いポンプ作ったんですよ。なんかピストンみたいなやつで、ほんまに機械式のポンプが作って面白いなと思ったんです。まあそれも固着してダメだったので、新しくポンプを変えたんですが、どんだけの容量のポンプを変えつけていいかがわからなくて、まあ、とにかくそのマリン用の一番容量のでかいポンプ、まあ、これつけとったら間違いないやろうと思ってつけたんですが、容量がでかすぎて、室内にある銅管、銅でできたパイプとか、まあ、あとはフタホースとか、その辺がいろんなところが破裂してですね、まあ、圧力が強すぎて破裂してダメになったんで、プロに任せてやってもらいました。で、フロア材を、まあ、実際木の板にするっていう手もあったんですが、まあ、重量の関係もあるんで、フロア材を貼ってもらって木の板にやっていただいて、まあ、これだけでもね相当センターからこういう木、よくある木買ってきて止めました。でこれエアコンはね、知人の方が取り外したやつを、くださいましたんで、これ付け替えました。給湯器も、ダメだったんで変えました。これも新品のやつ、アメリカから、取り寄せたんですけど、まあなんせわからんかった。規格があるからサイズもいろいろあるし、でもこれ自動でこう中から、勝手に点火するんかなと思う。これは手動でしたね。外からこっから火を入れてやらないといけないタイプですが、これでシャワーも、しっかり使えるようになりました。料理は得意じゃないけれどセーフ、お肉はやめてるの太るからって、そんなの今日くらいは忘れちゃって、テント前は君の VIP シート、ワンポンド買ったぜ特上ミート、一生懸命焼くからちょい待って、でかいけど丸ごといっちゃって、キャンプだからキャンプだから、こんな無邪気な君が見られる、ソースがほっぺにくっついたままでもいいよ、汗だくになりそうで嫌だとか、知ってる人が本当無理だとか、全部準備万端にしてるから、俺に任せておいてちょうだい、気づいたら空には星いっぱい、見上げてはっていうのも10回、間違いなその白いワンピース
その浮いてる姿が天使です。キャンプだから、キャンプだから、こんな喜んでる君が見られるよ。キャンプだから、キャンプだから。2年磨いた方がいいって言われるんですけど、僕はあえてこれな、外はもう汚いままにしといたろうと思ってます。網戸も全部の窓、網戸も変えましたよ。これね、網戸だけにもなります。もちろんドアも電気塗りました。はい、中はこんな感じです。全然違うでしょイメージ。かなり綺麗にできたんちゃうかなと思います。この辺はね、もともとあったやつ、ここでチョンパしてこっちまであったんですけど、チョンパして、ここだけキープしました。でそこの、前の部分とキープしてます。で後ろに余ったスペースはこういう風に、ネットをつけて、まあ、こういうクッションとかね、移動中に動かないようにするためにこういう風に使ってます。で後ろここは湾曲してるんで、ここだけカーテンで、他の、こういうところはこういう感じのブラインドにしました。ブラインドにするとボディが湾曲してる、こう隙間空くじゃないですか。だからもうちょっとアナログなんですけど、こういうマグネット買ってきて、これマグネットで止めるようにしてみました。案外移動中でも、ね、大丈夫です。ネット、これもアマゾンやったかな。これちょっと取り付けちょっと厄介やったんですけど、まあ、これも電動ポンプが入ってれば、水が出ます。ということで、なかなかええ感じに仕上がったでしょう。本当にあのトヨタテックス大阪さんをはじめ、協力してくださった皆さんに本当に感謝です。これが今週の僕のエアストリームの中身です。変わりぶりはどうですか、元オーナーさん。もう面影が全くありません、僕の外見はあるんだけど、一つもない、これだな。そう、これとね、これ、この上の。ああ、それぐらいだ。いや、素晴らしい、生き返ってますね。あ、いろんなもん出てきちゃってすみませんでした。いや、この中に、ここに、この上に、ここに、ここにネズミの姿。ネズミのね。この辺面影なわけですよね。そう、それはもともとついてたやつです。ちゃんと使える感じの素敵。いや、うちの家族にも見せたいくらい。まあ、わかんないだろうな。元、あ、でもこのね、風呂の、これはもともとのやつですよ。これ？うん。あ、そう。だからその天板のあの形もそのまま一緒です。あ、まあ作り直したけど、コーキングしたり、そうそう、ね、色塗って、はいはい、ちょっとクリーム色っぽい感じ、そうそうそう、
この中は何もやってないです。はい、これなんか配線系？ブレーカーがあったりとか。ブレーカーあったりとかですよね。だから、これがオリジナルの壁の色です。はいはいはい。で、床は腐ってたんで張り替えました。あ、この匂いだ。嬉しい。俺がやりたかったことですよ、でも。ああ。やったー、お疲れ様でした。